アウトドアシリーズテントサウナ。最近アウトドア関係で買った中では圧倒的に高級です。82,990円もします。で、テントサウナですから、テントを張ってその中に、薪ストーブを入れて、で、中あちちにするという、そういうシステムなんですが、今日はですね、そのテントサウナのコンロっていうかストーブは持ってきてません。で、ストーブはまあ要するに薪ストーブに煙突立てるだけですから、南仏はテント立てる方なんで、今日はまず初見です。これマニュアルを見ながらですね、全く実は開けたこともないんで、どのぐらいでテントが立てられるのかと、それを皆さんにご紹介しようと、はい、いうことですから、やってみましょう。テントサウナの設営方式方法。テントサウナ本体を収納バッグから取り出して、天井部分が上に来るように広げます。よいしょ。うわ、普通のテントより分厚いわ。よいしょ。これは多分ですね、ここに煙突通すんですね。で、直接煙突が触れると燃えてしまいますから、だからここは耐熱になってる。これをまあ後で入れるんだと思います。あとペグセット、はい、さて、これね、うっかりね、開けた瞬間にポップアップでドーンと行くと後で困るので、順番に構図を見ながら、はい、テントサウナ本体を収納バッグから取り出して、天井部分が上に来るように広げます。どっちが天井？最終形を覚えとかないと、こうなってました。はい、ロープ2本外しました。ああ、こっちが天井みたいですね。天井部分が上になるように広げます。え？ああ、こうか。ああ、こうだ。うわ、なんだこりゃ、なんじゃこりゃ。テントサウナ本体を収納バッグから取り出して、天井部分が上に来るように広げます。天井部分は煙突用の四角い窓があるよ。これか。テントの接地面は黒の生地で覆われています。マニュアルは本体がオレンジ色なんですけど、全部黒なんで、多分接地面は黒の生地で囲われています。こっちが接地面、こっちが上は間違いないですね。天井部分をポップアップさせ、図のような状態にします。あ、違う。天井、どこが天井？ここが天井だ。こっちが天井。あれ？あ、これは。違う。天井は多分これだわ。ポップアップした。天井部分をポップアップさせずのような状態にしてください。天井部の紐を引っ張れば簡単にポップアップします。簡単じゃねえわ。大体どこが天井か分かんないよこれ。もう実は収納の時に逆手順ができるように、考えながらやっていたつもりが、もうわけ分かんなくなりました。とりあえず
天井部分がポップアップしました。煙突用の窓の部分の生地をマジックテープから外し、これ生地をバンドで留めてください。なるほど、こうですね。はいはい。付属の煙突用耐熱生地に変更してください。そこでこれを貼れってことか。はい、次、こちらの取り替え作業はテントを建てる前に行うと簡単に取り替えることができます。はい、とにかく屋根をポップアップさせて煙突用の生地を取り付けました。側面部分を4箇所ポップアップさせます。側面部分をポップアップさせながらテント内部に入れば簡単にテントを建てることができます。なんか一枚部品が余りました。さて皆さん、どんな状況になったかお見せしましょう。よいしょ。確かに普通のテントとは、サイドの厚さが全く違います。キルティングになってて非常に保温性の高い生地で、ここがさっき取り付けたあの煙突用の穴ですね。ここはまああの生地が煙突とテント生地が直接当たらないようになってます。はい、よいしょ。まああと三角窓がいくつかあるのと、ここも多分開くんだけどね。まあちょっとこれは後で実際に使うときやってみましょう。つまり天井とあと全部の5面が、ポップアップ式で引っ張れば、なんとかなるという構造になっているんだけれども、余ったぞ部品が。これは一体何だったんだこれは。まあいいや、かなりでかいですね。一辺が2メートルはないかな。でも、人間が中十分立てるだけの高さはあります。私 1.7 メートルですが、天井まででもそこそこ余裕がありますね。はい、いや、あの今日もう10月の末なんですけど、いい天気なんで、もうあの別にストーブ炊かなくても結構暑いっす。この穴から今涼しい空気がピューッと入ってきてます。はい、なるほどなるほど。ということで、あとは中に、薪ストーブをセットして、天井に開いてる穴から煙突を出してガンガン炊けば、この中がどんどん熱くなると。はい、そういう仕組みで、ということで、あのテントの設営が比較的簡単にできるということが分かりました。さあ問題は畳めるのかという話ですね。それでは畳むのをやってみましょう。はい、畳み方、よいしょ。テントはですね、だいたいこの手のテントって、あの
張るよりも畳む方が難しいんですよ。設営時とは逆の手順でテントのポップアップ部分をテントの内側に引っ張りテントを崩していきます。テント内部から行うと簡単に作業ができます。なるほど。煙突用窓の生地の取り外しを忘れず行ってください。天井と側面すべてのポップアップを収納し図のようにしたら天井部分の生地をどこでもいいので2箇所手に持ってください。手に持った2箇所の生地を図のように重ねます。生地を重ねてテントの中央部分の真上に持っていくようにします。生地を重ねてテントの中央真上に持っていったら地面に向かって押し込んでください。地面に向かって押し込むと金属音がガチャンとなります。接地面が浮き上がってきますので四隅の支柱を持って中央部分にまとめてください。無理だろこれ。一個一個やりたいと思います。まずは煙突用窓の天井すべてのポップアップを収納し、何笑ってんだよ。何がおかしいんだよ。なんかマジックみたい。天井、天井先やらな。これを外します。で、ああこれは大変だわ。よいしょ、よし。天井と天井の部分の生地をどこでもいいので2箇所手に持ってください。どこ天井だったっけ。これだ。天井部分の生地をどこでもいいので2箇所手に持ってください。手に持った2箇所の生地を図のように重ねます。生地を重ねてテントの中央部分がの真中央部分の真上に、生地を重ねてテント中央真上に持っていったら地面に向かって押し込んでください。ガチャン、金属音がガチャンとなります。ならねえぞ。接地面が浮き上がってきますので四隅の支柱を持って中央部分にまとめてください。あが今ガタって言ったよ。丸めたらいいんじゃないだろうか。だとすると簡単だわこれ。テントをまとめると図のように支柱部分を地面に向けてテントを畳み込んでください。生地を畳み込んだら付属のバンドでテントが広がらないように結び収納バッグに片付けるようにしてください。ジョシュ、ロープ。いや、そっちじゃなくて頭をしまった。問題は、これでこの長さのファイルが入った話だよね。はい、入れてみよう。よし、入れてみます。はい、長さ的に、
行けるそうだな、行ける行ける。これはじゃあやっぱり何だったの、これ歯切れ、よいしょ。ファスナーを上げて、ファスナー。で、それはいいから、ファスナーを上げて、ファスナーを上げて。端っこだと、端っこの上がるから、今。完成。もっと手こずるかと思ったら、意外と。テントの、組み立て片付けは楽でした。これならそんなにストレスなく、サウナができそうです。さあ今日はサウナテントの、組み立てと収納をやってみました。次回は実際中にストーブを入れてガンガン薪を焚いて、サウナ体験を皆さんにご紹介しようと思います。とりあえず皆さん、お疲れ様でした。